そこは個性がもらえる店だった。広告が個性のこといいんですか。内緒だよ内緒だよ。はい、ということでコンカプー、こんばんは。今日もホールガイズやっていきたいと思います。今日もっていうか2回目です。広告がいつもミュートしてるんだけど外れとった。広告あったのは内緒だよ。いや前回ねやったんですけどね、いやなかなか難しくて1位になれんかったんでお肉お預けしました。今日は撮りたいです。でもめっちゃ難しくて、特に決勝が、はい、頑張ります。ポー、今日こそ1位を行こう。はあ、でもまださ、見るやってないステージもあって、多分ね、やってないステージ結構まだあるはず。ファイト、頑張る。あと7人。いやでもフォールガイズね、流行りだしてから結構もう経ってるけど、どうなんだろう、まだやってる人結構いるのかな。え、シーズン2も来んの？待って、まだシーズン1も1位になってないのに。あ、来た。よし、頑張ろう。これはね、何回もやったとこだからね。頑張ろう。ボタンさ、忘れちゃうんだよね。どこだったっけ。これがおそらくジャンプ。まあ、このね、必勝法はね、あっ！焦らずが大事。焦ると良くない。良くないんですよ。よし。なんか焦って、早く行かなきゃーっつったら、もうもう何事もね、うまくいかない。これは、ね、ホールガイズやってて思った。まだいけるよ。シュッシュッシュッ。おお、もう人がいないから今がチャンス。よし。こけてる場合じゃない。え、これ何？このなんか丸ついてるやつ。いけるよ。まだいけるよ。まだ。いけるよ。いけるよ。いけるよ。やったー。チェックポイント、なるほど。やったー、第1回目クリア。いやまあここまではねいけるんだよ。さようなら約20名の皆さん。メルは上に行くよ、もっと頑張るよ、君たちの分もね。よし、さあ次は何？トラウマのコース、やだな。トラウマコース来ないといいな。あれ？あ、ここあれか。真実の扉を見抜くやつか。なるほど。いくぞ。2、1、け。おっ！焦らず行こう。あ、痛い痛い痛い。あーあ、ちょ待って、ちょ、もう50。このなんかプッチュのプッチュの高級版やめて。はい、まだいける。あ、ここよなー。うー、いった、イエーイ。危ない。もうここ毎回怖いんだよ。いけるかなっていう。よっしゃ。
パンパンパン。これ何人落ちた？約 11 人かな。よし、さあ次は何だ。これさ、全何ステージあるんだっけ。今2で2回目、次3回目、5かな、5か4、11?29 人の生き残り。いや、頑張れよ、死んだ仲間たちのためにも。主人公っぽいセリフ入っちゃった。5ステージか。あー残り、うわー出た。ちょっと待って、これほんと苦手なんだって。うわーこれきついな。2、1、いやほんとに嫌だこれ。いやなんかたまに邪魔してくるんだよ。邪魔するのね、よくないよ。うん、ほんとによくない。ぶつかってくる人もね、やめてほしいね、ほんとね。あの、人にぶつかったら、ごめんなさいって言わなきゃダメじゃない？ねえ、人として、人としてさ、やっぱりその、人混みでぶつかっちゃったら、あ、すみませんって言わないとダメじゃないですか？そんな、堂々とぶつかってきて、あのね、よろしくないと思いますよ。危ない。上から見れないのかな。ほい。そんなね、当たり屋みたいにね、ぶつかってこないでください。おーやった。イエーイ。いや、これさ、決勝に来ると、あの、緑のバーが2つになって、死亡率が上がるからね。これ死んだ人いる？3人か。なるほど。まあ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 。今回邪魔する人あんまいなかったからよかった。よし。3人のためにも、誰だ3人を殺した犯人は。ミステリーノになってる今。ドラマの影響かな。犯人は誰だ。3人を貶めたやつは。あ、出た、サッカー。ちょっと待って、サッカーか、チーム戦じゃん。これ決勝、でも決勝難しいんだよ。いくぞ、メルちゃんの番です。やめて、怖い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 。メル青チームです。行くよみんな。ちょっとゴールキーパー誰かいる？いなかったら死ぬよ。あーもうやばい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 、もう入っちゃう入っちゃう。ゴールキーパー誰か。今黄色チームゴールキーパーいない。いけるよ。あ、青チームもいないじゃねえかよ。もうちょっと。これやばくない？やばくないですか？なんでそんなうまいの？青チームメル守っとくから。キーパー3人はいらないからメル守っとこう。でもキーパーも難しいよね、1人で。黄色うまいよな。もう転がってきてるもん。もう入っちゃうってこれ。ナイス、まだ時間あるよ、頑張ろう。これどうやったらこう、ああこんな感じか。来たじゃん。ちょボールがこっちに迫ってきてるよ。頑張らなきゃ、これ負けるで。やばいやばいやばい。ちょ待って待って待って、頑張らなきゃこれやばいよ。うん、あーやばいって。4点もう。はあ、
あもうこれダメだ。5点も入っちゃってる。ねえ、どう、あえ、なんで1点も入らないの。ちょっとね、ちょっと重いかもしれん。ねえ、せっかくここまで来たのに。もう悔しい。チーム戦で負けるの一番悔しいよね。だってあれじゃん、個人のさ力じゃないもん。オフェンスが一人抜けてる。なんだって。クラーじゃん。でもう一回やる。難しいよねサッカー。どうやったら勝てるかっていうのがちょっと分かんない。いや、チーム戦は運分かる。若干運はあるね。もうやだ。もうチーム戦やだ。しかもあれでしょ、2チームだもん。3チームだったらまだ希望あるけど。もう一回行こう。あと5人。4連勝したときにチーム戦で負けたら。いや、そうなんだよね。それな、なんか2回目とか3回目くらいで来てくれたらいいんだけどね。4回目はちょっときついね。必殺シュート、なるほど。あ、来ましたね、これ。さっきやったとこだ。よし、頑張るぞ。行くぞ。美味しそうなポテトやらパンやらがいっぱいいるじゃないか。なるほど、飛ぶんだ。ここは焦ってもよくない。ほい。ダイブ、ほいやー、ほい。どいてどいて、どきなさいよ。あとはっ。待って、あ、今の成功してたら言ってたのに。まあいいや、1回目だしまだだ。まだチャンスはありますよ。もう1回行く。今のジャンプしてればよかった。もう一回行く。気を取り直します。行こう。アイキャンフライ。はいはいはい。さあ、46、48、53、あと7人。なんか50人までは結構ササササっていくんだね。こっからジャンプダイブで。わかった。空を飛ぶからのダイブで。アイキャンフライ、ユーキャンフライ。頑張ろう。シーソーとかあんの？え、そんなの目で乗ったことないんだけど。シーソー。そうなんだよね。60手前がちょっと時間が、あ、来た。わー、なんかあれだ、いっぱい口の中入ってくやつだ。ちゃん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 。シーソーむずいんだ。でも1回くらい体験しとかないとね。あ、シーソーってあれか、傾きのやつね。あれはやったことある。いくで。2、1。まあどれだ、それか。ちょ、痛い。じゃ、邪魔この破片。え、そこも外れんの。さあ、どこだ。こっちか。これはね、これはね、もうね、他人のことを気にせずね、
どきなさいよあんたっていう気持ちが大事で。どきなさいよあんた。バーゲンセール、これは命をかけたバーゲンセール。どきなさいよあんた。どけどけ。じゃん。よし、このワンピースあたいなもんよっていう気持ち大事。ゴーゴー。よし、生き残った。ありがたく着させてもらうわこのワンピース。ごめんなさいね。じゃあ次よ。次は何かしら。なんだ、サッカー。まあサッカー2回戦くらい来てもいいよ。あ、来た。これもちょっと難しいやつ。頑張ろう。よし、2、1、ゴー。これはなんかジャンプしない方がいいって教わったんで、頑張れ。よしよしよし、安全なところに。怖いよ。よしよしよし。穴が怖いよね。こっちだ。あ、3人仲良くね。おお、やったー。落星3人組結成されました。頑張ろうな。よし、何人死んだ。1、2、3、4、4人。あんま死んでない。よし、行くぞ。次だー。次何来た。暗記者。これはね、ちょっと怖いんだけどね。あ、さっきの仲間の鳥さんがいるね。頑張ろうね。頑張ろうね。オレンジ、ブドウオレンジ、黒オレンジ。まあ最初は2種類だから覚えとこう。ブドウオレンジ、ブドウオレンジ、ブドウオレンジ。え、メル、今食べたいのはブドウ。ほら、うん、ゲイ。スイカバナナ、スイカバナナ、スイカブドウバナナ、スイカブドウバナナ、サクランボマリアン。スイカブドウバナナ、サクランボ、スイカバナナ、ここだ。え、待って、ちょ、怖い。合ってたけど、いや、なんか一人怖いって。一人にしないでよ。バナナ、スイカ、バナナ、オレンジ、バナナ、スイカ、オレンジ、リンゴ、バナナ、スイカ、ブドウ。え、ほんとにそれ？そう、合ってます、ほんとにですか？あー、ありがとうございます。怖い。おぉー。いや、一人怖かった。でもね、合ってたんだよ。合ってたけど怖いじゃん、一人だったらさ。よし。え、一人だけ？わあ。これはもうある意味チームプレイだね。みんな頑張ろうね。最後まで生き抜くのね、一緒に。よし、次は何かな？出ました。メルあんま好きじゃないやつ。ケイ。あ、でもバー一個だから慎重に。頑張ろう。なんでこの端っこにいるんよ、怖いよ。来たよみんな、ジャンプして、ジャンプ。そう、これタイムとかあるのかな。来た、痛い。早かったジャンプが。あ、蜂に落ちるまで。え、ちょっとみんな早く落ちよう。
ねえねえ、あの下の方に美味しいお肉とお金がいっぱい落ちてましたよ、皆さん。落ちません？そろそろ。人がいっぱいいるのちょっと困るんだよね。あぶね。あんまり人がいると困る。よし、みんな下に落ちよう。下に落ちよう。やばい、あぶねー。見えない見えない。あぶない。メル何回か死んでるわ。あぶな。そろそろあと3人落ちません？あ、そろそろ3人落ちませんか？ねえ、みんなお金いらないんですか？下にたくさんお金が。おっしゃ！タイムかな、これ。どう？何人死んだんだ？ピッチ。え？一人だけ？え？あれ？一人だけ？あ、楽しんでくださいね、お肉とお金を使って。素敵な休日ライフを。次はこれか。なんだこれ。え、なにこれ。え、知らないの。え、なにこれ。全然知らないんですけども。なんだこれ。え、これで最後だよね。え、なに？何？え、知らない知らない知らない。何これ何これ。え、落ちたら負け。なんだよ。嘘でしょ。落ちなかったら勝ちかと思ったじゃん。ねえ、ちょっと聞いてないんだけど、そんなの。え、ちゃんと書いといてくれる？そういうのさ、ダメでしょ。だって初見なんだから。ちょー、もうやだ。もう本当に早くみんな落ちてください。落ちて、みんな落ちて落ちて落ちて。だって卑怯でしょ、そんなの。もういや、本当にきつい、これは。きついきついきつい。やばいよ。皆さん早く落ちてください。いや、もう最後じゃんこれ。ちょっと、もういや。もうせっかくメルここまで来たのに、さよなら。さよなら皆さん。くそくそ。いや、これルール知らなかったら勝てないでしょ。もうクソが。もう一回やってやるわ。あ、ナビキッスです。うまい人が強い。そうなんだ。まあ、そういう人はね、あのポイってやっちゃって、ポイって。ルール知ってても勝てない、マジ。いや、でもルール知ってた方が確実に有利じゃん。知らない人よりは。メルは先に下落ちた方が勝ちかと思った。あの正解ルートで下に早く落ちた方が勝ちだと思ってました。あと2人。いや、メルだって上手いし、ジャンプしながら動いてたし。次。落ちて勝て。いや、違うよ、ほら、あの正解の場所しか落ちないってやつね、決まってるみたいな。その落ちるマスが決まっててっていうステージもどうですか。なんか面白そうじゃない。あったじゃん、そういうなんかステージ、正解のとこしか動けないみたいな。よっしゃ。痛い。どいてどいて。メルはワンピース買うんだから巻きなさいよ。ちょっとちょっと、もう邪魔よ、ぶっちょ。
どいて。さあここや。シュー、もう邪魔、どけ。最悪、もうどきなさい。ねえ邪魔なんだけど、メレのさ空を飛ぶ邪魔しないでくれる。もう一回、さあもう一回よ。いや今のひどくないなって。空飛ぼうとしたらさ、ポイって、あーそういう邪魔してくる、なるほどね。はあ、個性的なご性格をしてらっしゃることで。もう一回行こう。もう邪魔しないでよ。お肉食べるんだから今日は。どうすんの、メルお肉食べれなかったら、ね、どうしてくれるの。もう体が、あ、お肉今日来るわっていう体をねしてるんだよ。細胞がもう、あ、今日お肉の細胞来るって喜んでんだけど、どうしてくれんの。ねえどうしてくれんの。あと2人、はあ、ベジタリアン今日野菜食べたから夜はお肉。うん、まあもうどこもお店開いてないかもしれないけど、まだ買ってないからお肉。あ、扇風機、扇風機のステージね。え、そう、邪魔が目的な人もねいるからね。ん、だってメル、あのめっちゃ邪魔されたもん。あのなんかよくわかんないスライム、スライムが襲ってくるよステージ、ちょっとね邪魔なんだよね。人があまりいないとこに行きたい。あー、ナイス。え、いいじゃん、飛ばして飛ばして、メルのことピョンって、ありがとう。よし、あ、じゃあよしよしよし、邪魔すんな、ホットドッグ。おら、よしよしよし、いいぞ、ナイスナイス、うい、いいね。ここはちょっとあえてショートカットなしでいきます。いいぞ、ジャンプジャンプ。もうやっぱりあれだ、フォールガイズ。何が一番邪魔って、人よ、人間が邪魔。わざとやってらっしゃいますよね、性格悪いですよ、そういうの。どういうこと、もうやばい、これちょっとやばいぞ、これ邪魔しないでいただけます。半分諦めてるからいい。ウェーイ。あと9人か。みんなで頑張ろう。頑張ろうね。まあこれは無理だな、もう4人だもん。ねえ、もうちょっとさ、もう知ってた、もう知ってました、知ってましたよ、知ってました知ってました。ねえ行こう次。ジャンプとダイブか、空を飛ぶしてダイブね、抜きよ。皆さん頑張ってください。あ、ちょっと抜けさせてよ。メル、諦めたことあまりないんですけど、もうさっきのは無理だって分かったんで、もう、遊んでましたね。ねえ、ちょっと抜けさして、抜けさして、もう抜けたいよ、ちょっと次の世界線に生かして、頑張って。
見るかと思うじゃん。止まんないでよ。止まんないでよ。一瞬あれ見るかなって思うじゃんか。パイナップルですけどね。よし行こう。ちょっと希望が、あれこれ見るかなみたいな。もてあそばれた、もてあそばれた。いいもんね、メルも梅ソルティ飲むもん。あ、おいしい。今日も暑いね。あと4人、梅ソルティ。やっぱなんか心なしかちょっと遅く感じません？遅いよね、ソロの。あ、来た。あと2人。まあ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 、まあ、矢印ステージ、これも目で得意なステージだ。頑張れぞ。ねえ、なんかマッチング遅い気がする。もうみんなウォールガイズ飽きたの？ねえ、飽きちゃったの？もう1位取れたから俺はいいやって。ダメだよそんなの。もう全ステージ1位になってもらわなきゃ。あえて人が少ないところに行こう。邪魔だから。よしよしよし。まあね、チーターね、萎えるよね。どんなに頑張ったってチーターには勝てないんだもん。よしよしよし、いいぞ。ゆいすいーすいーすいーすい。よし行こう。あともうちょっとよ。ねえ、なんでこっち来ちゃった？立ち上がれ。夜空見る。ゴールはもう目の前だ。待って、5位じゃん。イエーイ。ではここのステージで見る得意な方だ。よっしゃー、皆さん頑張ってくださーい。ファイトー。おー、あ、レモンの蜂蜜漬け食べます。あ、ニワトリ先輩残念でしたね。ニワトリじゃないわ、ハトだ。残念でしたね。やめる。先輩たちのためにも頑張ります。じゃあ次行こう。さよなら。さあ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 、次よ。はちみつレモンの、そう、なんかマネージャーがさやるやつ、今でもあるのかな。メルマネージャーやったことないからわかんないけど、漫画でよく出てくるさ、ポニーテールのマネージャーみたいな、あのちょっとふわふわした女子力高いマネージャーが、もう一人のサバサバした女マネージャーと差をつけるためが、ためだけに作ってくるやつ。よし頑張ろう。うわ出た、ここやだ。ぶっ飛ばされるんだよね。ほい、けけけけけけけ、あぶね。冷静に頑張ろう。ほい、よしよし、いいぞ。あー邪魔邪魔邪魔。よし、メル飛ばされたくない。飛ばされたくない。よし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 。あー、もうこっからだよね、難しいの。あーいやー、こっちから行こう。誰もいないからこっから行こう。平和平和平和ですね。平和だー。あ、危ね。あー足りなかった。どこここ。よしよしよし。あー、待って、ここどうやって行ってたっけ、いつも。
ここマジで怖いわ。そう、なんかジャンプ力ないよね。なんで？なんか下げられた？見る、なんか魔法でジャンプ力下げられてます？あれかな、走ってないからとか。次何？ぶつかったからか。なるほどね。もう邪魔しないでくださる。あ、あーあー、恐怖のスライム畑来た。これうわー、出ましたね。来ちゃったね。もうすでに邪魔してくるやついるもん。お前だけは絶対許さないかな。おい、メルを邪魔したやつマジで呪ってやるからな。覚えとけよ。夢の中に G 出てくる夢見ちゃうよ。呪いかけてやるから覚えとけ。痛い。3回もボールにぶつかるって。あー早かった。これここから行けたりする？無理か。なんか邪魔してくるやつがいるんで。よし、行こう。よしよし、いいぞ。行けるよ。まだ問題の場所ではない。まだ問題の場所ではないんだ。なぜなら、あ、誰もいないじゃん。ナイス。あ、待って。まだいけるよ。うわぁ、だぁ、うん、ジャンプしちゃった。いなかったけど、なんか2回くらいね、あの掴まれてね、邪魔はされた。うん、ジャンプしちゃった。ジャンプしなくてもいいんだっけ。もう一回行こう。もうあれで失敗したら死んでたっていう、あのスライムが襲ってくる。え、でもそうだよね、ジャンプしないといけないよね。やっぱそうだよね。じゃ単純にミスなわ。しなくてもいいけどした方がいい。やっぱそうよね。よし、行こう。あと6人。なんだ、邪魔がいなければ全然焦ることはないんだけど、あのステージ。え、今日チャンスもしかしてとか言ってたら現れちゃうからとか言ってたらどうせ来るでしょう。よし、練習したいね。なんかこのゲーム練習モードみたいなないんかな。なんかメルが今日はチーターや邪魔者がいないって言ってるで、邪魔しに行こうぜっていう、なんか悪いやつらがもしかしたらいるかもしれないじゃん。悪の組織がよくあるやつだよ。痛い。どけ。こっち行こう。あー、もう遠回りになっちゃったじゃん。いいや、急げ。悪の組織。おい、1位にこいついっぱいなってるから邪魔しに行こうぜ。いいな、調子乗ってるから邪魔してやろうぜ。もしくは、おいおい、もうすぐでこいつ1位になれそうだから邪魔しに行こうぜ。それいいな、絶望した顔が見られるのが楽しみだぜ。へへへへみたいな。フォールガイズ闇の組織あるよ、これは。痛い。どいて、どきなさい。え、
まあ、それくらい悪いやつらだね。黒い服着てね、パソコンの前に黒い服着て、なんかデュアルモニターかトリプルモニターくらいしてそう。俺3窓するわっつって、3アカウントでホールガイズ入ってそう。次はなんだ、卵。あー、卵も難しい、これ熱意がすごいいや、いると思うよ。うん、実際いると思うよ。だって世界って人口何人いると思ってるの。ズンチャンズチャンチャン。あ、セルの卵邪魔しないでよダイナミックミュート完了。さあ、奪いに行くか。よこせ、それメルノ返せ。いいね。あ、そうそうそう、そのまま入れて。ナイスナイスナイス、オッケー。それメルノだから邪魔しないで。あー、人の子供奪うなんてなんてやつ。おい、うまい。誰、卵シュートした人誰。そう、奪うやつ許せない。ダメ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 。ねっ、メルの卵、ちょっとそれメルが産んだ卵だからやめて。子供たちを返しなさい。ほらほら返せ。そう、いい子いい子。ダメダメよ、ほらやめなさいほらほらやめなさいって。泥棒してね、許されると思ってるの。ほらダメよ。まあ卵持っても行かせないようにすればいいんだ。来た、黄色返せ。やばい、13点。青チームちょっと脱落させようか。返せ、これ、これメルの、メルの卵。あそれメルの、メルの卵返して。ねえ、ずるくない？なんでよ、なんで、さっき勝ってたのに。ちょっと青チームやば。あ、メルの卵がいっぱい青チームに食べられてしまった。うわ、最低よ。メルが子供たちを奪って自分の子供にしようとして、そんなんで勝って嬉しい？今どんな気持ち？ねえ、今どんな気持ちよちょっと、もう最悪よ。青チームこれを予想して、まさか最初は負けたふりをしていた。悲しい元気に育ってねまた抜け損ねたんだけど、もうひどいよ。金色の卵は一番いいやつなのに、ちょっとメルが一番愛情込めてね育てたのにね、ひどくない？抜けさせてもらいます。そう、またチーム戦って難しいね。最初勝ってたのに。でもなんかめちゃくちゃうまかったのが、卵をさ、まるでねボールかのようにポーンっつって飛ばしてたやつがいたんだよ。まあすごくやってることはひどいけどうまかったね。ガチ勢でもチーム戦は負けて、まあそうだよね。ねえ、シュートして思いっきり蹴ってね、なんてひどいやつらなんだ。そんな割れたらどうすんの。あと7人。いや、うまかったわ。やっぱ金の卵って得点的に言うと3点くらいかな。3点5点くらい。あ、出た、顎外れステージ。5点。じゃあもう金でかかってんじゃん、そんなの。
金さえ奪っちゃえばもう勝ちじゃん。なるほどね。よし、たくさん顎外させていただきます。よし、痛いのは一瞬だからね。ルルが開けたんだよ。ルルが顎外したんだよ。感謝して。よし、いいね。痛い。どいてどいて。触っちゃってベタベタと。よかったね、爆発しなくて。そんなに勝ちたい？青チーム以外勝たん。青チーム以外勝たん。来た、来ました。バー行くよ。チーター残っちゃった。嘘、チーターいんの。邪魔してくるやつね、ほんと許さないからね。メヌ結構目に持つよ。緑のバーどこ？あった。
メルの分も頑張って。その隣にいるお猿さんに、あれ、お猿、あれ、え、あれ、メル、お猿さんに託そうと思ったんだけど。え、どういうこと？え、なんで、なんで買ったの？え、どういうこと？セーフ？マジで？なんかすごい勝ち方しちゃったんだけど。すげえ、なんかこれはもう勝てって言ってるよ。え、なにこれ、何したらいいの？え、なに、知らないよこのステージ。でも知らないやつ出されるとめっちゃ困る。え、あ、輪っかに通れってこと？そういうこと？え、リングにくぐればいいのか。またチーム戦か。簡単なやつ来た方がいいよね。いっぱいくぐっちゃおう。えい、で、くぐった数がこれかな。あー、先にくぐられた。くそー、輪っかをくぐるのです。わかった。あ、あ、もう青が横取ってくる。でも今勝ってるよね、黄色だもん。なんで？青邪魔だなぁ。メルは地道にここをくぐろうかな。よいしょ、よいしょ、いただき、よいしょ。もうメルの輪っか、イエーイ。また取られちゃった。あ、青チーム狙ってるね、ここら辺。でも今38、いいぞ38、ほいほい、40。待って、赤の方が勝っちゃってんじゃん。ナイスナイスナイスだよ、間に合え。あー、え、これどうなんの？赤、赤だけ勝つの？黄色どうなる？あ、青チームだけか。あー、なんだ、よかった。よし、え、次で最後かな。またわかんないの来そう。あ、これ一回やったけどよくわかんなかったやつだ。とりあえず上に行けばいいんだよね、多分。これは多分ね、まっすぐ行った方がいいんだろうけど。に、難しそう。いや、掴むのマジでやめて。邪魔するなら今すぐ帰れ。これは邪魔するゲームではないんだ。もうね、ここまで来たらね。うわっ、きつ。待って待って、ペンギンさん、メルの子飛ばしてくれてもよかったのに今。あー、あー、やばい、あー、勝たれたー、くっそー。これはもう慣れかな。おめでとうございます。え、グラブ、え、何グラブって。え、なんか特殊な、やらなきゃいけないことある？ちょっとね、一ミスが命取り。右端が行きやすい。そうなんだ。王冠を掴まなきゃいけない。知らない、そんなの。マジか、それは知らないと困るね。なんか勝ったと思って行ったら負けちゃうみたいな、ありそう普通に。へー、
てか最初に掴んでくるやつマジでやめてほしかったんだけど。あれはあれだよ。そうだね、知らなくて。最初連続ジャンプで早い、あとはわざと弾かれると早い。いやーそこら辺はもう慣れしかないな、覚えなきゃ。でもあれメルだって分かっててやってるよね多分。いやなんか決勝で掴むのは違くないって。だって掴んでる人も決勝に行けないんだよ、勝てないんだよ掴んでたら。よし行こう。まあどっちにしてもうざいのは変わりねえのか。うわっ、変わりねえんだってば。それが反則だろうが正当なルールだろうが、人の邪魔するやつは全員落ちていけばいいんだよ、わかる？メルはねそんなことしないもん。ほい、あーもうやめてよ。ちょプロペラさんさ、あれどこ、ここ、あこっちか。うい、そういうやつは一度、いや二度落ちてください。よし、もてあそばれちゃったよ。行くよ、ジャンプ、ジャーン、よしよしよし、あぶねえ、あぶない、よしよしよし、次、危ない。だからだから邪魔しないでってば。あー危ない、オッケー。もうヒヤヒヤするここのステージ。ナイスー、ここで邪魔する必要ないもんだって。ここでかわいそうだよ。邪魔するならもっとあの手前の方でねやるべきよね。どう ?37 人、さっきよりもあれだね、死んでる人多いね。次は、でも邪魔するためだけにこのフォールガイズやってたらマジで人に嫌われてやばそうなんだけど。もうこいつ誰だよみたいな、みんな言ってるよ絶対画面の前で。おい誰だよこいつ、ふざけるじゃねえよめっちゃ言ってるで絶対。メルが邪魔するためだけにフォールガイズやったとして、みんなおい誰だよこいつ、ふざけるじゃねえよ、もっとひどいこと言ってるかもしんないねえ。来た、暗記物、オレンジ、さくらんぼオレンジ、オッケー、さくらんぼオレンジ、さくらんぼオレンジ、さくらんぼオレンジ、何来る、さくらんぼ、オレンジ、じゃあここだ。よし、掴まないで、掴む人もみんな敵だとみなすからね、メルは。さくらんぼ、スイカ、バナナ、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 ぶどう、さくらんぼ、スイカ、バナナ、ぶどう、さくらんぼ、スイカ、バナナ、ぶどう、さくらんぼ、スイカ、バナナ、さくらんぼ、スイカ、ここだ、イエーイ、よし、オレンジ、オレンジ、スイカ、オレンジ、スイカ、ぶどう、オレンジ、スイカ、
オレンジスイカブドウ、オレンジスイカブドウ、オレンジスイカブドウなんちゃら、オレンジ、オレンジ、ここ怖いよ、もういっぱい来ないで。よしよしよし、イエーイ、やった。え、チーターいた。ちょっと待って、早い段階でちょっと蹴落とさなきゃ。チーム戦、こいチーム戦。よし、オッケー。でもなんかあんまりこれで死んでる人見たことないな。チーターやめて。あれ、これ知らない。 How to play フライングフルーツ、果物が飛んでます。果物が飛んでいる。何をしたらいいの。果物飛んでるけど、あー、放り出されちゃった。ちょっと待って、何も見えないよ。ジャンプしなきゃいけないのか。なんじゃこりゃ。うわー、怖い。よし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 、いけるいける。なんかバナナしましま、すごくない、なんかこれ。よしよし、イエーイ、やったやった、いい感じ。やったー。俺これ初めてやったの。今までなんで来なかったんだろう。めっちゃ脱落してんじゃん。マジか、18人。よし、真ん中でね。うんうんうん、いけたね。さあ次はなんだ、なーにかな。あ、なんかサッカーみたいなやつ。え、なにこれ、転がしていくやつか。え、これ勝ったことないよ。え、難しくないこれ。玉転がしか。え、なんか少ないよ。え、こんなもん、転がすだけでいいのか。じゃあ頑張ろう。え、いいぞいいぞ、頑張ろうみんな、頑張ろうね。えい、けいけいけ。じゃあダイブしない方がいいかな。こういこうか。あー、やばい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 、壁にぶつかっとる。うん、そう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 、端っこ狙った方がいいんだね。よしよしよし、こらえ、落として、やばいよ、あ、やばい、あ、待って、青に負けちゃう。あー、これはきついな。あー、え、妨害もしてくる人いるんだ。マジか、あれもきついな。悔しいね、これね。残念でした。あ、抜けなきゃ、あ、抜け損ねた。あ、妨害も必要。そうだよね。あ、ちょっとここ見よっかな。あ、次が最後だったんだ。ちょっとルート覚えるためにも一回見よっか。見よ見よ。上手い人誰だろう。2、1、レッツゴー。さあどういくんだろう、でもあんまり人が多いさあルート行っちゃうと多分良くないんだよね。なるほどね、真ん中に行くんだ。早いなみんな。ここは、おお、え、すごい、端っこに行ったら当たんないのこれ。え、勝てるんじゃない。あーあー、すごいじゃん、おめでとう。メルが見てた人勝っちゃった、すげえ。
めでとう。端っこか。真ん中も行って端っこ。うまかったね。なるほどな。最後ジャンプして掴まなきゃいけないんだ。あれ失敗したらもう終わりだね。勉強になった。いやうますぎてでも結局自分でやらないと覚えられないよね。感覚だもんだってゲームって、攻略があったからといって勝てるわけではない。ボール以外は安全ルートか。あと6人。でも最後がバーじゃなければもしかしたら勝てるかも。ね、勉強になった。イメトレイメトレあ、出ましたね。これ難しい。いや本当にねステージ練習したいよ。何かな次は何かな。あープロペラじゃない、あれだ。これはパラパラ漫画みたいに押していくやつだね。なんかいろんなのが詰まった、いろんな要素が詰まったステージ、豪華な。よし、ゴーゴーゴー。わざと落ちる人もいるんだよね。よし、いいぞいいぞ、行こうみんなでゴールへの駆け足もうなんかもうやばいよこの位置だって。もうあいけたいけたいけた、ナイスナイス。ここで落ちないように調整しつつ、よし、いいぞ。あとは進むのみ。いけ、じゃん、よーし。もうもみくちゃ。オッケー、いいぞいいぞ。次は何かな。29人、まだまだ生き残ってるね。頑張ろう。次は何だろう。なんかこのゲーム、このゲームじゃないけど、なんかすごいお尻が痛くなってくる。あ、出たー、お邪魔虫ワールド。お尻が痛い。よいしょ。ずっと座ってるとお尻痛くならん。いや本当にここ怖いよねなぜならあれだよ、スライムにぶつかったら死ぬもん。ショートカットはあえてしない。
いけどね。したらもうだって失敗したら死んじゃうんだもん。なんでダイブしてんのそんなに。邪魔する気？あーダメだ。ギリダメだった。焦らず行こう。人にぶつかったんか。惜しいな。もう一回行こう。悔しいこれ。一発アウトがきついよね。難しいステージだ。行こう。悲しい。6、あと6。やっぱり最大の敵は人間か。そういうことか。あと5人だよ。やっぱゲームしてると体が熱くなってくる。熱い。今度下げよう。グッドロック、イエース、オーイエーイ。暑いね、やっぱね。パソコンもあるからだろうけど。顎外れステージか。行こう。暑い。行くぞー。もう一番後ろだ。顎ガクガク言わせてやっからな。なあ、こっちだ。蔓延セール。走れ走れ。なんかずっと壁叩いてる人いる。なんとしてでもあそこを開けてやるぞという強い意志が感じられるな。顎外してやっからな。ほらほら、ま、飛ばさないで。ジャンプ。よし。奥歯ガタガタ言わせたろか。言わせたろか。もう奥歯ないけどね。奥歯も外れちゃってる。よし、行くぞー。次だー。次は何でしょうか。もう奥歯ないじゃん、もうね。奥歯すらない。あのもう口の中開いちゃってるもん。空洞じゃん。お、矢印ステージ。頑張ろう頑張ろう。ディザーヘヘルグヘッツ。ディジーヘルグヘッツ。なんじゃそりゃ。ゴー。人がいないとこを狙い目。メレは人間、人間は今だ。今は大嫌い。よしよしよし、行こう。人間がいっぱいいるところは避けよう。ね、今は勝てばいいからね。よし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 。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。イエイ。よし、いいぞ。最後だ。危ねえ。ああ。どきたまえ。皆の者、ほい。
よし、勝てばいいんだ。よし、次だ。次はなんだ。29人。よし、闇のゲームあ、そうだね、負けると死ぬっていう。勝てばよかろう、まあ、だからといって邪魔しちゃダメだからね。 OK。 なんだっけこれ、なにこれ。お、綺麗な山。あれ、もしかしたらこれ初めてかも。なんだこれ、おや、なんでしょうか。あ、尻尾取りか。尻尾ちょうだい、ちょうだい。ちょっと待って待って待って、まあ焦るでない。焦るでない。あら、そっち行っちゃっていいのかな。まあ、結局あれだよ、最後に取ればいいから。今取って逆に奪われる方が良くない。ずっとマーキングしとこう。よし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 、狙い目。怖いよね、だって。あ、痛い。引きちぎってやるよ、その尻尾を。あと、え、ちょっとそろそろやばいな。尻尾ちょうだい。見えない見えない、待って、あと全部こっち。にゃー、うまいなこの人。ダメだー、メルに尻尾ちょうだい。ダメだったー。え、これさ、最初から尻尾持ってる人とかいるの。抜けよう。残念。うまい人いたな。取れなかった。最初から持ってる人有利じゃん。だったらもう最初からみんなつけてほしい。狙われるけどね。もう時間切れはきついな。狙われるもんね。みんなつけて、実は一人だけ狙われるゲームとかで、一人だけめちゃくちゃすごい尻尾があって、でっかい尻尾が、それ取ったら早上がりできますよ。もうみんな一人狙うっていう高得点みたいなね。一人だけでかい尻尾があって、それ取ったら勝ち。もうあの29vs1人みたいな一人だけ不利だね面白そうじゃん、一人だけ狙われるって。あー痛い、ちょっとやばいぞこれ。よしよしよし、急げ、焦らず、急げ。よしよしよし。ねえ、なんか一人だけさ、特別感っていいよね。え、なんで止まってんの？誰か止めてたでしょ。よし、まだ間に合う。ジャンプジャンプジャンプ。ここも邪魔さえされなければいける。ジャンプ、よし、行こう。よしよしよし、じゃあ
間に合うよ。来て。おお、転がって勝っちゃったよ。42、結構生き残ったね。いつもここ39とかなのに。よいしょ。さあ次は何？惜しい。あ、ここか。いやでも1位になるって結構難しいね。それでも1位になってる人結構いるからすごいわ。よし、頑張ろう。ジャンプ。ああ。よし。危ねえ。焦らず行きましょう。よしよしよし。ここ焦ったら一番あかんとこや。最後来た。もう本当にやだここ。もう苦手だ。でここ何回やっても苦手なステージだわ。さあ行こう。もうラストで決まるんだって。ここね、失敗したら負けよ、確定。克服したいな。難しい、うん。あれかも、なんか失敗したらもう負けちゃうっていう意識もあるのかもね。難しい。さあ次だ。どんどんこれいけるからいいな。かもしれん、それもあるかも。苦手なものってそうだよね。ある程度のなんか自信があればさ、いけるっていう。ひゃー、あと6人。今日もメール食べれるかな、お肉。あ、え、待って、苦手って言ったら来たんだけど。あー、これはメルに試練を与えているということか。いいだろう、やってやるよ。いいだろう、頑張ろう。もうこれやれっつってんな、ゲームが。これをやりまくって上手くなりたまえ、夜空メル君。はい、わかりました。いきます。ジャンプジャンプジャンプ。よし、頑張ります。運営さん見ててください。ジャンプ。よしよしよし。最後なんだよな、まずね。ここだよ、ここ。あー、まだいける、まだいける。おっしゃ、間に合え。よし、あ、ギリギリだ。あ、なんかダイブしない方がいい気がした、今。なんかジャンプの方が良かった。違うな、ダイブか。今目でダイブした。え、なんか空き具合によってジャンプとダイブを使い分けた方がいいな。今キャンセル してないよね。危な。ああ、これか。これはまあ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 、なんか変にジャンプダイブやると失敗するんだよね。危な。2、1、
これも焦らず焦らず頑張ろう。人が多い、人多いって危な、落ちるとこだよ。いやー人が怖いゲームだこれ。怖い、落ちちゃう。落ち着こう落ち着こう。危ね、こっちだ。おねえ、こっちだ、安全なところに。いいぞ。おーなんか目の前で人が死んだ。ラウンドオーバー。よっしゃ、何人死んでしもた。あ、結構落ちたね。おお、ドキドキする。次は次は何かな。あの蜂の巣みたいなやつもう一回やりたい。もう一回やりたい。ルール知った上でやってみたい。来るかな、なんだろう、なんかすごいマッチングしてるけど。ああーこれか、真実の扉、扉っていうか真実のルートをたどれ的な。これもなー難しいよね。2、1。どこだ、こっちか。みんな自己規制が怖い。落ちてしまった。どいてどいて。ちょー、もうちょっと本当に人邪魔なんだけど。こういうことか。さあ、どきたまえ。邪魔だ、皆さん邪魔です。どこだろう、先輩。あっちか。もうゴールだよ。どこだみんなもうここで落ちたら死ぬの分かってるから、いけないよね。ちょっとマジで？ここで落ちる？もうちょっと待って、みんなクリアしないで。うわー最悪だ。はー、抜けます。悔しい今の。くそー、惜しかった。惜しかったね。ジャンプの後ダッシュしなきゃダメか。やっちまったな。まあ、なんか自分のミスだと別に悔しくないよね、そこまで。あ、次上手くなってやろうみたいな。頑張ろう。あと6人。なーに？久しぶりに聞いたんだけどそれ。クールポコさん。あ、掴まれてたらもう怒ってたね。邪魔すんじゃねえよって。そうそう、チーム戦とかまあね、邪魔されて負けちゃうとさ、もうそれってなんか実力じゃないじゃん自分の。行こう。2、1。ここもなんか割と難しい。
しよしよし、ジャンプ、よし、いいぞ、こっからだ。マジでもう難しいの、ここ、こっから。みんなショートカットするんだね。ジャンプ、ジャンプ、焦らず、ジャンプ。焦ったら負け。はい、焦らないでいこう。まだいける、よし。あー、ちょうどここで、よいしょ。これ結構距離あるな。きついかな。いける、まだいけるよ。いいと肝に銘じておこう。これはあれか、押すやつか。豪華なステージだね。よし、頑張りましょう。すべてが詰まった要素が、豪華ステージ、よし、行こう。落ちた。しかし落ちてもこのステージはまだ希望があるんやで。あー、もう蔓延している。入れない方がきついんで。あ、いないいないいない、よし、まだいける。まだ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 、おらー、よっしゃ。勝てました。まあね、第一戦ステージだから次よ。次は何だろう。ドキドキ、なんだろうな。おお、顎が外れちゃったステージ。行くぞ。でもこれ実際リアルでやろうと思ったらめっちゃさ緊張するよね。あのかけっことかそういう時の3、2、1の合図がめちゃくちゃ緊張する。どれだ、これか。あの瞬間一番苦手だ。どこだ、ここか。
いやばいやばい。よしよしよし。どいてどいて。ダイブ。よし。そうだよね。ゲームと違って一度きりだから。よしよし。次第3回なんだろう。そろそろチーム戦来る？来そう。何が来るかな。あ、フルーツだ。おいしそう。おいしそうだな。メル、リンゴと桃が好き。あ、あとイチゴ。サクランボも好きかな。赤いのが好きかも。基本赤いフルーツ。オレンジリンゴ、オレンジリンゴ。ちょっとこの人の近くいたくない。オレンジリンゴ。掴んでくる人怖くてさ。オレンジスイカ、オレンジスイカ、サクランボブドウ、オレンジスイカ、サクランボブドウ、オレンジスイカ、サクランボブドウ、オレンジスイカ、サクランボ、ここだ、ここだ。人いっぱいだ。さあ次はバナナ、バナナ、ブドウ、リンゴ。バナナ、ブドウ、リンゴ、オレンジ。バナナ、ブドウ、リンゴ、オレンジ。バナナ、ブドウ、バナナ、ブドウ、リンゴ、オレンジ。バナナ、ブドウ、リンゴ、オレンジ。バナナー。お、人少ない。隣がすごい急い。よし、やったー。今んとここれで死んでないな。オッケー。捕まれると最悪。怖っ。よっしゃ、やったー。生き残ったね。次第4ステージだ。次は何かな。バーバーですね。マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら夜空メル、夜空メルと言ったら可愛い、可愛いと言ったら猫。そんなことやってる場合じゃない。ジャンプ。怖いんだよな、ここ。見えないもん。危ない。人やめて。人の攻撃やめてほしい。ここや。お腹すいた。待てよ。もうやだ。赤い棒の隣に行けば見やすくなる。揃っちゃった時だね。そう、何回やっても難しい。次ここか。メル苦手なステージ多分3個くらいあるね。こことさっきのバーとスライム畑のとこ。バー追いかけるといいらしい。なるほど。お腹すいた。今日は豆腐ハンバーグよ。全然いいんだけど。豆腐ハンバーグでも全然いいよ。
で開かないの？よし。ダイブ。さあここや。よっしゃ、いった。ああ危な。危なーい。どういったら開くん？さ、そういうこと？やっぱ無駄にダイブしようと思ってたからかもしれん。ジャンプの方がいいや。怖いもん。なんかうまくいかないんだよね、ジャンプダイブが。次なんだろう。あープロペラ、これもなかなかに苦手な頑張ろう。よし、うわー、なんかさ、普通に歩いてるのにやっぱ速い人ってジャンプしてるからかな。ジャンプすると速くなるの。あ、うまくいった。うわー、おー待って、じゃあ、あ、ダイブ。頑張ろう、ダイブ。この狼さん怖いんでこっちから行きましょう。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。危ない、危ない、危ない。よっしゃ、いいぞ、来たー、ナイス。よし、危な。下りとかはジャンプするといい。なるほど。いいね。ふう。ドゥルル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 ル、何死んだんだ。29。たん。おい、怖いなこれ。次はなんだ。なんだろうな。あ、あ、なんか今回苦手なステージめっちゃ来るね。あ、うわ、うわ、ちょっとバーについていくっていうのを覚えて。めっちゃ固まってるやん。くぐり抜けとこう。ジャンプ。オッケー。よしよしよし。来た。ジャンプ。よしよし。怖い。よし。また来た。よいしょ。おい。早いな、来るの。おっしゃー。オッケー。なるほどね。あとな、何人死んだ？ 3 人。3人しか死んでないの？ 17 人か。なんだろう、次で4回目だよね。
どうなる？どうなる？どこになる？ちょっと迷ってるみたいだね。どこにしようかな。あ、ここ何？あれ？ここ初めてあるかもしれん。なんだこれ？なんですか？これは壁よけ？壁よけ、わかった。2、1、難しそう。え、壁よけ？あ、これ1回だけやったかもしれん。え、怖いこれ。何これ、怖いじゃん。これ真ん中いた方がいいのかな。あとこれ掴まれたら終わりそう。やばそう。うわー、怖い。これここしかダメじゃん。なにこれ、ジャンプしろってこと？なにこれ。はい、次こっち、ジャンプ。次こっち、ジャンプ。危な、危な、危な、危な。早くなってきたよ。ちょっと待って、こけてる場合じゃないって。なんだろうね。なんだろう次。あ、来た。これ来た。怖い。頑張ろう。端っこ、真ん中端っこ行ってダイブして。なんでここでこけちゃう。じゃあ真ん中で行った方が良かったのか。なんだなんだ、あの歩き方なんだ。端っこじゃ。よし、うわきついこれ。わー、待って。あー、あそこまで行けんかったのに。もうちょっとだった。あの走り方は一体何なんだろう。惜しい。そうだね、一回でもミスったらもう遅れちゃうね。最初はジャンプかな。最初ジャンプから真ん中行って、くるくる回転とこは端っこ行ってかな。最初はジャンプ加速安定。やっぱジャンプすることで加速するんだ。一回でもミスしたら無理だと思った方がいい。すごいプレッシャーだな。わかった、最初ジャンプね。ハンマーの回転が反対だと弾き出されやすい。あー確かに。
人。なん、あ、これか。よし。あれ、クラウン取るときってさ、ジャンプで掴むでいいのかな。よいしょ。ジャンプ掴み、なるほど。あ、ダメだ、落ちた。なあ。よしよし、バーゲンセールが。どいてどいて。起きなさい、あんたたち。める。次行こう。プレイヤーレベル上がってきてる。嘘。全然気にしてなかった。弾のところは端っこにいた方が当たりにくい。なるほど。あとここに、うん、あくび出ちゃった。ねえ、優勝フラグ回収したいけども、まあでも今んとこなんかチーターがいるってわけじゃなくてすごくいい。あくび映った映っちゃった。いくぞ。2、1。これは危ない。よいしょ。ういじゃんじゃん。もう人のゴミが、人ゴミが。よいしょよいしょ。じゃん。ここ焦らず行こう行こう行こう。焦れば焦るほどやばいステージだから。よし。ショートカットする人多いんだけどね、失敗したら落ちちゃうね。じゃーん、じゃーん。あー、届かない。届かなかった。あ、ここだここだ、ここここここ。ダイブがいいところね。ダイブ。あれ？あ、飛ばされちゃった。もう。よし。いける。おお。してダイブうまくいかないんだよね。なんでだろう。ジャンプダイブがうまくいかん。え、1位取れた。嘘、いいな。
おめでとう。ネルが取らなきゃ。ナイスゴール。ジャンプとダイブ同時には押してないな、ボタン。別になんでかな。ジャンプしてちょっと立ってからの方がいいのかな。ナイス。あ、スライムさんだ。来た。ここね、前回でもなんかすごいうまくいってたんだけどな。丁寧にスライムを愛する女になるわ。I love slime. Okay. I love slime. どこ見る？あ、ここだ。ここきついよね。危ない。どいて！なんでこんないっぱいいるのよ。危ない、もうスライムだ。周りはスライムだらけ。あ、やばい、落ちた。いやー、すごい人いっぱいいる。焦らず行こう。次で行く。落ちたら死ぬよ。掴むな。目では掴むんじゃない。なぜここで掴もうとしたんだ。許さないぞ、あの鳩。よし。うわー、なんか邪魔してる人いるな。どいてくんないかな。なんで邪魔するんだろう。よし。生き残ればいいからね。オッケーオッケー。死亡してしまうっていう、すごい悲しいキャラクターっぽい。で、つるっていったな。誰しもがこのキャラクターなら生き残れると思ったその時、つる？足を滑らせ死んだ。一番嫌なやつじゃん。やったのか、あのやつ。そうだそうだ、それだ。やったのか。後ろからぐさと刺される。あと4人。それがホールガイズなのだ。やったかはもうやったかはダメだよ。フラグだから。確実に死ぬから、それ。行くぞ。ジャンプ。よしよしよし、いいぞ。この走り方何なんだろう。来た、最後のとこ。よし、いけた。あー、危な。あのさ、あれ、この何なんだろうね。なんかコマンドみたいなあんのかな。あれ押したら何かいいみたいなメリットはあるのか。よかった。
まあ最終よりはマシだね。次だ。ナイスー。お尻痛い、お尻が。深く椅子に座ろう。よいしょ。なんだろうなー。そう、コマンド。普通だってあんな走り方なんないじゃんね。おー、ここか。お尻痛いから立ってやろうかなって思うもん。立ってフォールガイズ2、1。いやー、やめて、本当にそういうの良くないよ。 OK。 危ない。考えたら死ぬもんだってこれ。よいしょよいしょよいしょ。おお。いやー、邪魔してくるやつがいっぱいおるな。よいしょ。あー、怖い。さあ、そんな余裕あるのすごいな。オッケー、よーし、いける、頑張る。あと何人だ。23。たん、次何でしょうか。迷ってるね。何しようかなーって迷っちゃってるね。きたー、バーだ、バー、ジャンプクラブだって。うわー、頑張るー、頑張ります。そんな端っこにいたら落ちるよ。いや、痛い。初めは転んでもまあ速度がないからいいんだけど。ジャンプ。初期位置が危ないんだよな。来てるよ。ジャンプ。怖い。人が邪魔。溜まっちゃったらみんな死にますよ、皆さん。死にたいのかい？ジャンプ。よー、やった。決勝、次。パンパン。一人だけか、死んだの。え、なんだろう、次くんの決勝。うわ、あんた死ぬわよ。あんた死ぬわよ。え、これが決勝？え、これ決勝じゃないよね。うわ、これやだー。え、これが決勝なの？嘘でしょ？違くない？7人じゃない？
どこよ、どこどこ。最初ダイブするのがいいのか。みんな噛んでいくんだな。だね、これは。え？え？待って、なんかズルしてる人いるんだけど。え、待って、これチートだよね。え、これチート？これズルですか？これ皆さん、これズル？ねえ、これズル？これ一個一つズル？ダメじゃん！そんなことしてて楽しい？ねえ。早く落ちて。せめてなんか普通の人に勝たせてあげてよ。それダメでしょ。え、この人勝っちゃったの？ん？わ、すごーい。ずるして勝てて嬉しい。すごいな、1位。
おめでとう。ワンワンだよ。くそ、最悪なんだけど。まあどっちにしろ多分メル負けてたかもしれないけどさ。え、でもどこまで行ったか知りたいじゃん。何位だったんだろう。最悪。え、もう一回やりたい、あのステージ。もう一回やらせてよ。おめでとう。おめでとう。でもメル、ズルして勝っても嬉しくない。自分の実力で勝たないと。あと5人。4位か。そうか。ちょっとあの上手かった人の真似して端っこからジャンプして稼ごうかな。うん、そうしよう。よし、頑張ろう。でもなんか今日決勝行ってさ、結構なんだろう、ステージの間取りっていうのなんか、うん、なんとなく分かってきたから頑張ろう。よし、上手い人の見るの大事だね。じゃん、ダイブ。バーゲンセールはダイブで。チーターさんって感じで。ただなんか普通に頑張ってる人に勝ってほしかったな。人が多いことよ。あー、ここか。プロペラ、ここも難しい。よし、チーターを排除したいねえ。乗りましょう。出るんだけど、あ、落ちた。あ、どうなる。あー、飛ばされちゃった。邪魔したやつ落ちた。嘘。よし、やった。
みんな右に行きがちなのかな。そうなのかな、どうなんだろうね。まあでも右に行っちゃう心理はわかるよ。次なんだろう。お、暗記フルーツだ。あー、そっか、あのプロペラでショートカットした人は右に行くもんね。だからかな。ん？お？ん？2、1。リンゴリンゴブドウ、リンゴリンゴブドウ、リンゴリンゴブドウ。今のやつをメルのこと落とそうとしてた。リンゴリンゴブドウ、ここだ。ちょっと本当やめて、本当にやめてください。バナナオレンジ、スイカバナナオレンジ、スイカバナナオレンジ、スイカバナナオレンジ。いや、めっちゃ掴む人いるじゃん。スイカバナナオレンジ、ここだ。目でも掴んでやった。スイカサクランボ、スイカサクランボ、バナナスイカサクランボ、バナナスイカサクランボ。オレンジは知らない。ここなんだ。危ない危ない。よし、おー、よかった、オレンジだけ覚えてなかった。お相撲しとったな。一人だけ？おお、23人生き残っちゃったね。どすこい。23人もいるのか。これチーム戦来るか？あ、フルーツ。よし。これもなんかね、ちょっと難しいよね。頑張ろう。いっぱいフルーツ落ちてくるで。おー、わーわーわー、なんかすごいいっぱい落ちてくる。よしよしよし、怖い。ちょ、邪魔だな、はい、やばい、14人。あー、これダメだ。きついきついきつい。あー、ちょっと、あー、ダメだ。真ん中行ったからかな。いや、でも真ん中行かないと遅いんだよね。抜けよう。ダメだった。さっきうまくいったのに。早い人うまいよね。今回ちょっと運が悪かったな。難しいね。真ん中行ってうまくいったんだよ。ジャンプすると速くなる。どうなんだろう、ジャンプしない方がいいのかな。さっきのほんと難しいんだよね。そうなのか。いや、でもそうだよ。だってどこに落ちてくるかわかんないもん。死にた。あと5人。端っこが有利説。端っこ有利説あるな。よし、確かに端っこ行けば丸太は、丸太を防げるもんね。
不利なのか、真ん中。確かにそうだ。2、1。そこ開かなかった。42。よーし、人がゴミの確かにさっきで有名なキャラクターが2人も出てきた。次なんだろうな。あ、ゴージャスステージか。ここはあれだよ、あの弾、あの弾が一番難しい。いきます。夜空寝る、いきます。ここゴージャスだよ。ジャンプ、ジャンプ、よし、うまくいった。いいぞいいぞ、メルが今1位だ。もういっぱい来たー、やだ。もうレヌがさっきまで1位だったのに。どいて、ちょーちょー、よしよしよし、うまくいった。あとはゴールするのみ。あのね、ボールでぶつかっちゃったら結構厳しいよね。出たー、ゴージャー、ナイスゴージャー。ふう、次なんだろう、なんだろうな。タンタンタン、卵、卵か。これはゴールデンの卵を取得しないと。3つしかないんだ。これは厳しいな。黄色チーム頑張ろうね。見て、卵の色もさ、黄色なんだよ。卵よこせ。よし助けて、みんな。いいぞいいぞ、ナイスナイス。そう、シュ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 、こいつら、あ、持ってってる。ダメ、メルの卵返せ。邪魔すんな、このチームに入れたの。メルの卵、メルの金の卵返して、返して。ずるいよ、だって2つも持ってんだよ。あ、ナイスナイス、それそれ返してよ。黄色やばいんだけど、やばいよねえ、もうやばくないこれ。ちょっと青から盗もう。あ、
がある。なんで掴むの。めっちゃ狙ってきてる。助けて。あ、返せ。掴むな、メルを。掴むな。なんで掴むの。黄色だよ、メル。ねえ、もうちょっとさ、勝つ気ある？掴むなって。もうなんで掴んだの。まさかスパイか。負けちゃいました。戻ろう。絶対スパイでしょ、だって2回も掴んできたもん。怪しい。許さない、裏切り者めが。それはダメでしょ、さすがに。いいよ、いくら掴んでもさ。いいよ、だってそういうゲームでしょ。決勝以外は許すよ。だけどね、仲間同士で邪魔し合うのは良くないでしょうが、裏切り者。はぁ、あ、いや、あのね、わかるよ、メルも掴んじゃうから間違えて。でも、あれは確実に分かって掴んでたよ。人がそんなにいなかったし、周りに。許せないからな、本当にそういうやつ。呪いをかけてやる。今日、G 夢に出てくる呪いをな、かけてやる。はぁ、いや、慣れてないとかのプレイじゃないよ、あれは。そういう、その慣れてないとかじゃなかった。嫌でしょ？メルだって毎日悪夢見てんだから、お裾分けしてやるわ。よし、頑張ろう。あ、これめっちゃ難しいやつ。ジャンプ。このステージ難しいよね。あ、ダメだ、落ちた落ちた、危ない。ちょっと、怖いよ。シーソーが、よしよしよし、こっちだ。ジャンプ。怖いわ。ジャンプ。青にも、おお、いやー、こっちだ。ジャンプ、ジャンプ。あ、次傾いとる。紫だ。その90度にね、傾かれますとね、いけませんよ。わー、きつ。これいけるかな。みんなそっち行っちゃダメ。ここで待機。あー、きつい、きつい、きつい。青に行こう。あー、どこここ、どっからだこれ。だいぶ戻されたけど。あー、いや、マジで難しい、ここ邪魔されとる。よし、よいしょ、よし、じゃん。なんかすごい応援してくれてる、ありがとう。頑張れって、ずいぶん余裕だな。ダメなの？難しいね。ジャンプ。なんで？ジャンプしちゃダメなのか？難しいね。
誰もいないんだけどね。ちょっと待って、きついこれ。わー、あと6人じゃん。ちょっと待って、無理よこれ。あと4人。高いところから落ちたらダメか。シーソー難しいね。うわー、もう一回。もうだってもう2時間半経ってるんか。あー、前回も結構やったもんね。応援してる人も時間切れ？嘘。なんで？お、来た。そんなに経つのか。1位になりたいもんだってまだ1回もなったことなくてさ。よし、頑張ろう。ナイス。第2回。あ、お尻が痛くなった、また。よいしょ。あ、深く腰掛けよう。今すごい背筋が伸びてる。ピン。いや、硬い椅子ではないんだけどね。これか。頑張れたす。頑張る。頑張る。なんだろう。何も思いつかない。頑張るビー。ラブライブサンシャイン。ほい。そう来るか。なんだ？
きました。フルーツ、ゴロゴロフルーツ。端っこ行こうか、次は。よし、なんか今日めっちゃ来るな、ここ。前回来なかったのに。次なんだ、最後の一人だった。わー、ギリギリだ。あー、サッカーか。サッカーですか。サッカーはなー、すでにここに来ちゃってる。危ないよ。そう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 、そっちに持ってって。序盤で入れた方が有利だから。あー、よしよしよし。あ、向こういい感じだ。いいぞいいぞいいぞ。
ね、一回うまく止めたのにな。メルキーパーなる。それもあり。なんかやっぱりだんだん減ってきてるな人。あと10人。11時になったらちょっと今日はおしまいにします。用事があるからね。今日も肉食べられないのか。でも達成感半端なさそう。1位になった時集まり悪いな。もうみんななんか違うことしてんのかな。それに任せて。ほい。よし。ここで勝てばお肉。そう。ああ。流れ止めやがった。なんてやつだ。しかしまだ諦めない。は言ってない。まあ確かに。リンゴ、オレン、オレンジ、リンゴ、オレンジ、リンゴ、オレンジ、リンゴ。あんまり掴まれない。オレンジ。やめて、やめてください。え？え、ここじゃないの？あれ？間違ってた。あれ？あれ？突然の死だったね今。あれね。初めて死んだかもしれん。え？みんな困惑しとる。メルも困惑してるよ。あれ？あれれ？最初で幻覚見たかもしんないね。疲れてんのかな、メル。もうそろそろ疲れてきたのかも。自信満々だったのにね。まあそういうこともあるよ。まあ耳が痛くなってきた。ヘッドホンが痛くなってきた。穴開けられてた。そんなことある？よし。もう2時間じゃないよ。もう3時間だよ。あともうちょっとで。早いね。行くぞ。そう、ヘッドホンしてると耳痛くならない？はい。
集合体恐怖症の方もは結構きついと思う。よし、次どこ。おお、やっぱ集中力切れるときついから頑張らなきゃ。落ち着け、落ち着いて、落ち着いて歩こう。散歩しましょう、散歩。ルンルン、綺麗な景色だな。よしよしよし、危ない。まあ、掴まれたよ。すごい掴んでくるじゃん。よろしくないですわよ、人のお体に触っては。一人ぼっちのハトさん、あ、勝ったー。そうだね、慌てた方が負けよ。焦れば禁物。22人、次は3回戦かな。何が来るかな。サッカー難しいね。なんだろう、次チーム戦で勝てたことあんまないかもしれん。迷ってる。優柔不断め。あ、おお、なるほどね。こここそ焦っちゃいけば一番ダメなとこじゃん。うわー、頑張ろう。ていうかマジでこれ何なんだろうね、ピンクの液体は。硫酸とか。そうだね、丁寧にゴールしよう、焦らず。めちゃくちゃ押してくるね。あ、今のハトさんかわいそう。こっち行こう、こっち。あの人たち落ちてから。よし、ジャンプジャンプ。よし、落ち着くことが勝利へと、勝利の鍵。落ち着いて。よし、うわ、また邪魔者がいるね。マジか。あの人何とかしてほしい、助けてみんな。落ちた。ちょっとまだいるの。あれ、さっきと違う人じゃん。マジかよ。あー、もうお相撲しとるし。シフト制でのバイト？もしかして。邪魔者もいたとしても行かなきゃな。ふー、ラストかな、これで。頑張らなきゃ。4人。ほんとだよ、もうあそこにいるやつが一番性格悪いよね。もうチーターとかよりも、そうだよ、あそこに立ってるやつが一番悪いよ。肉の候補はそうだな、黒毛和牛ステーキとか。時給120円、ずいぶん安いバイトですね。頑張ります。
あ、しゃぶしゃぶもいいね。しゃぶしゃぶ、うん、すき焼きとかお高いお店のすき焼きとかめっちゃ美味しいよね。行こう。体に触っていいと誰が言ったの、この変態。さあ次。なんだろう次は。お触り禁止やぞ。マネージャー通してもろて。ええですか。さあ次よ。アイドルやぞ我。せやで。ビンタか。そう、メル触ったらもうビンタか。足で踏みつけるから。よろしく。まあ、でもそうだよね。あの、勝手に触ってくるやつって結構やべえやつだよね。現実で考えたら。よーし。頑張ろう。ここ結構難しい。おっしゃ、おっしゃ、ナイス。おいおい、結構上手くなってるな、ここ。いいぞ。すごい転がり込んじゃったけど。次なんだろう次は。怖いよー、ドキドキ。あ、ここ先死んだから油断できない。よし、記憶力。覚えなきゃ。リンゴさくらんぼ、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 さくらんぼです。ここです、皆さん。スイカリンゴに行こうかな。スイカリンゴブドウ、スイカリンゴバナナ、スイカリンゴブドウ、バナナスイカリンゴブドウ、バナナスイカリンゴブドウ、バナナスイカ、ここだな。よし、掴むな。掴むんじゃない。次はブドウスイカ、ブドウスイカ、ブドウスイカ、
スイカ、オレンジ、サクランボ、ブドウ、スイカ、オレンジ、サクランボ、ブドウ、スイカ、オレンジ、サクランボ、ブドウ、スイカ、オレンジ、サクランボ、ここだ。よし、あー危ない、ランドオーバー。パン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 、何にしに、結構死んだ気がするんだけど、あれそれだけ、なんかいっぱい飛び降りた気がするんですけども、あれ二人、次はどこだ。あ、これあれか、これ結構怖いよね。あ、抜けてるからか、なるほどね。よし、怖い、これ怖いよ。レース飛んでる、みんな危ない危ない、邪魔、違う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 、間に合え、ダイブ、危ねえ今のダイブすごいあれだ、しなかったら多分落ちてた。ここも置いてるね、落ちた、やだもう、うん、追い掴まれてたな、ね、最後落ちたね、くそー、じゃあもう一回やりたいところだけど、ちょっとやめようかな、そろそろ時間だから。悔しい、うん、今日もなれなかった1位に、くそー、ということで今日は残念ですがこの辺にしたいと思います。そう、諦めないからね、るマジで、もうまたやるからねまたやりますので、ぜひ温かく見守っててください。悔しいなこれは、うん、今来た、いらっしゃい、落ちちゃった、悔しいなぁ、ふぅ、よいしょ。いやでもなんか今日はね、あの収穫はあったよ、うん、無駄じゃなかった、よいしょ。無駄ではない、はい、ということで、3時間もありがとう、見守ってくれて、もう今日もいっぱいハプニングあったけども、あ、なんかメル浮いとる、浮いてるというかお腹切れちゃって、で今日はいっぱいでかくなる、うん、近いね近、はー
悔しいな。今日もありがとうございました。ということで、この枠でくださったアクルダチュース代イコールスーパーチャットをお読みさせていただきたいと思います。でかくて助かる、ほんと？それじゃあ、ヨコさん、ありがとう。レンさん、ありがとう。ハマダイさん、ありがとう。ゼノさん、ありがとう。円周焼きさん、ありがとう。たまごさん、ありがとう。たくみちかさん、ありがとう。ゆなきちさん、ありがとう。むげんさん、ありがとう。ぷーたろうさん、ありがとう。ホルピアさん、ありがとう。チクさん、ありがとう。夜空よよさん、ありがとう。ラングトトランさん、メンバー登録ありがとう。Thank you。幼女誘拐犯予備軍代表ルッタルさん、ありがとう。クソザコセミ先生、ありがとう。ベネット隊員さん、ありがとう。釜揚げしらすさん、ありがとう。いつきくろさん、ありがとう。ハゲノさん、ありがとう。ウェイガンベアーさん、メンバー登録ありがとう。赤字さん、メンバー登録ありがとう。悪を滅ぶスネルギさん、ありがとう。手羽先さん、ありがとう。ナックさん、ありがとう。インクシャーデ、あ、インクシェードさん、なるほど、ありがとう。昨日も来てくれたよね。テラさん、ありがとう。タナマニャンさん、ありがとう。グレゴリー1220さん、センキュー、セキマーチ。ユキのワンコさん、ありがとう。ヨコさん、ありがとう。パレットさん、ありがとう。三角ガクガクガクさん、ありがとう。すごい震えてるね。山並慶勢紫さん、ありがとう。ケンさん、ありがとう。まゆたさん、ありがとう。もっちゃんさん、ありがとう。どこまで読んだ、あれ、あ、ここだ。レンさん、ありがとう。クズちゃん、ありがとう。みもまるさん、ありがとう。ネイルカーデトンさん、Thank you。 ジェッセさん、ありがとう。イーリス S さん、ありがとう。みりんさん、ありがとう。保険だよりさん、ありがとう。セバちゃん、ありがとう。ひらにゃんさん、ありがとう。くだしろそらさん、ありがとう。よねさん、ありがとう。とはなさん、ありがとう。せいしんおさん、ありがとう。あめさん、ありがとう。しろうさん、ありがとう。これなんて読むんだろうか。LYNN さん、メンバー登録ありがとう。バンシーさん、ありがとう。ミスチルさん、ありがとう。とっとこたむ太郎さん、ありがとう。茶星ブルトンさん、メンバー登録 Thank you、 ありがとう。あ、 LYNN さん、ありがとう。ということ、なんか、読み仮名とかね、たまに書いてくれる人いて助かる。ありがとうございました、今日も。長い時間、楽しかったです。次こそ1位取りたい。でも、なんかコラボでやっても楽しそうだなと思うので、またコラボでもね、ポールガイズやろうと思います。ということで、今日も長時間ありがとうございました。おつかぷーでしたー。